国学院久我山対そうか、これ非常に試合展開含めて面白そうですね。もう皆さん、球場に、来ていただければと思います、はい、もう最高の試合になるはずですので、しっかりと見届けましょう。そしてファックスです。ファックス、はい、はい、いただきました。こちらですね、はい、寛一おめでとうということで、うん、東亜学園の岩本世代マネージャー鎌田さんから来ました。すごい、ありがとうございます。小山だーい。もうスタンドを埋め尽くしてくれて本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます。で、あとはね、試合後ゴミ拾いしている様子をお伝えしましたけども、うん、ゴミ残しているのが大人たちなのがちょっとね、悲しいです。せっかくのいい大会なんで、みんなでみんなでみんなでいい大会にしましょう。さあ、はい、明日が最終日、頑張れ近藤健二。この番組は乾電工、コロンブス、DSP の提供でお送りしました。西東京大会の頂点が明日決まる。夢に向かって仲間と共に走れ。さあ、明日は西東京大会の決勝戦、大会日程最後です、はい、しっかりと